アリケンはただの肉の塊。そんなこと言ってんの、よいちゃん。後頭部、ってあだ名で俺、呼ばれてた時期があって。生きてんのすごくない俺。マッシュルーム。いや、マッシュルームもこんな形しとらん。ってかもう本当に俺、ゆで卵の化け物だな、俺。なんでこんなに丸い。人間ってこんなに丸くなれるんだね。すげえな。<laughs> よりよいち。アリケンはただの肉の塊。そんなこと言ってんの、よいちゃん。うーん、悪くない。トリュフ。<laughs> 確かに、俺分かんねえわ。でも、トリュフ見たことねえから、トリュフってこんな感じなのかな。<し>高校生の,の、なんて呼ばれてたのあ、俺高校生の時、あ、一個だけあるわ。これ、これ、これかんないけど、クソ、クソ下ネタになるんだけど。あのー、あだ名で思い出した、俺が人生で一番言われて傷ついたあだ名教えてあげようか。本当にすごいよ。多分あの、そいつは、あの、人の手で育てられてこなかったやつ。中学校の頃のあだ名が、あのー、後頭部、真っ赤頭ってあだ名で俺呼ばれてた時期があって、半年ぐらい。 ひどくないあの、下ネタなんだけど、でも本当に言われててこれ、太ってる人ってあの後頭部がさ、ぐにゅってなってるじゃん。それを見て、うわっ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 できるできるうえって。 やられたりして、まあでもあれ、いじめ、いじめなのかなあれって、うん。まあまあまあ、下ネタだから、まあこれは、まあこれは男だけ、まああの、女の人がいるかわかんないけど、男の人だけが笑ってくれればいいけど、はい。かわいそうで笑えない。でも、まあ中学校の頃の俺は、まあ、キャッキャキャッキャしてたと思うけどな、それで。笑えなくてくさ、これいじ、いじめかこれ。いじめなのか俺人生でいじめられたってなって、 何かなでも、中学校高校高ははいじめられてはなかったと思うでも小学校の頃に、あの、ポケットモンスターダイヤモンドパールが流行ってた時期があったんだけど、俺の家だけにパソコンがあって、あの、知ってるダイパって、ポケモンリーグのところ行って、入り口に波乗りをすると、裏世界に行くやつがあるんだよ。俺、ネットパソコン持ってて、2チャンネルみたいな、あの、スレを見に行って、右に何歩、上に何歩行くと、セレビーが出たぞみたいな。 書き込みがあったのね。で、俺はそれを友達にみんなに、みんなに、おいみんな、また新しい情報出たわ。右に一万何千歩、上に何千歩行ったら、セレビーが出るぞってみんなに行って全員でやったの。そしたら、あの、変な世界に行って、あの、四マス、四マスしか動けない空間に飛ばされて、全員のダイパがもう動けなくなったの。 俺、それで、あの、嘘つき呼ばわり、もう、その頃からもう、最低だな呼ばわりされて。俺そこで、あの、一年ぐらい、小5か小6の時に、いじめを受けたね。その時、ネットのスレッドを書いてた、多分、どうせ気持ち悪いおっさんなんだけど、もう、絶対にあいつは、あいつだけは許せない。彼女行ったことありますかいや、もう、そっちよ。 悲しい話しようとしてんのは。いや、分かった。じゃあもう一個悲しい話してやるわ。中学校の頃、めっちゃ好きだった女の子と恋話してたんだけど、その好きな女の子に、アリケンって優しそうで付き合ったらどうみたいな話題になって、俺の大好きだった女の子に言われたのは、でもアリケンとデートに行ったら横歩くの恥ずかしいからうち無理だわ。中学校中二告白もしてない。好きってこともバレてない。中学校2年生。すごくない 生きてんの。生きてんのすごくない俺。<laughs> いつ笑える話く <laughs> あったわ。俺の5歳の頃の写真。うえ。うれ。かいだら。これ俺だよ、これ俺。小学校1年生までこんな感じだった。でも小学校1年生からまじ急に太ったね。で、成人式が、これ20歳。 これ俺が二十歳の時の成人式があって、みんなでお酒飲んで、友達の車の後部座席に乗って、家に帰る前のありけん。 こういう段階を踏んで俺は今の25歳になってる。1個目が5歳、2個目が20歳、3つ目が26歳。俺中学校の頃柔道やってたんだけど、柔道の顧問の先生が担任の先生だったの。で、プラスその担任の先生が俺のことを超好きで、中学校1年生から中学校3年生まで同じだったのずっと先生が。すごくない卒業式の時に言われたんだけど、その先生は俺のことが大好きで、2、3人はあの自分が好きな生徒を 入れれるんだって自分のクラスにでそれで3年連続でもうずっとその先生に選ばれて俺はめっ めっちゃ感動するで、これ。あのー、柔道部の先生がその先生で、担任の先生もその先生だから、俺その先生以外と関わってないの。中学校の頃。すごいその先生、めっちゃ怖いんだけど、めっちゃ陽気な先生なのね。卒業式の時にさ、その先生、泣かないの。その先生が泣いてるとこ見たことなかったの。で、卒業式の日、あの最後のホームルームがあるわけじゃん。親とかもいっぱいいてさ、みんな卒業式でキリッとした格好で。 えー、それでは、えー、3年6組、えー、最後のホームルームを始めます。じゃあ、まず一人一人、えー、ね、あの、先生がね、思い出をね、喋っていきます。で、俺出席番号1番だったんだけど、じゃあ、まず出席番号1番、ありけん、お前は最後だって言われて、いきなり、ざわざわざわってなって、えって俺も、え先生ってなって。で、じゃあ、2番、まるお前はどうどうだーってやっていくわけじゃん。じゃあ、最後、ありけん、お前はなーって泣き始めて、俺も、ブワーっともう涙腺崩壊。 お前はな、つって。もうその後先生が何言ったか俺もあんま覚えてないけど、そこで先生が泣いたのは覚えてる。それでもう死ぬほど泣いて、帰った俺は。今も交流あるの、ま、一応 LINE とかではこういうことしてますみたいなことは一応言ってるけど、会ってはいないね。うん、なんか美味しいお酒とかね、なんか色々渡したいよな。